はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今日はダブルの圧力についてちょっと話をしていこうかなと思っています。で、このダブルの圧力という言葉は僕が考えついた言葉ではないんですね。有名なトレーダーにボブ・ボルマンという人がいるんですけども、たくさん本も書いてる人なんですけど、その人が本の中で言ってる言葉になります。ボルマンといえばもうこの本が有名ですよね。僕もかなりおすすめの本の一つになっています。少し高いんですけどもね、余裕ある方はぜひ見ていただければと思います。で、このボルマンの考え方で何が僕が一番気に入ってるかというと、理屈を説明してくれているところですね。例えば僕が一番最初に読んだ本で解説をしていたのは、ストキャスティクス、ストキャスト、ボリンジャーバンドを組み合わせた投資法でした。内容はストキャスで売りシグナルとか買いシグナルですね、そういったのが出た時にボリンジャーバンドで、2シグマを割り込んだところをエントリーポイントにするというような、そういった形だったと思うんですけども、それでもしかしたら利益が出るのかもわからないです。僕はそれでは出ないと思いますけども、僕が疑問に思ったのはなぜそれが想定する動きになるのかという説明がないんですよね。ストキャスはここが売りゾーンですよ、買いゾーンですよ、ボリンジャーはここは変わりすぎですよ、そういったのを示してるんだから売りですよ、買いですよという風に説明をされているような感じがして、そこには何の根拠があるのかっていうのが感じ取ることができなかったんですよね。 FX を勉強するにあたってある程度のテクニカル分析は勉強してきたつもりではいています。そのどれもこれももうほとんどのインジケーターは、説明がつくようでつかないというか、完全にこう落とし込めないというか、すっきりしないというか、ああなるほどと思わせるような解説はほとんどなかったですね。ですので今も僕はインジケーターほとんど使っていません。唯一移動平均線は使っていますけども、移動平均線もエントリーに使うことはほとんどないですね。中期と短期を表示させていますけども、短期はトレンドが出てるかどうかの確認に使ってるだけです。中期は時間の確認に使ってるだけです。そこを基準にエントリーをしていっているわけではないので、ほとんどテクニカル分析を使わずにトレードをしているということになります。そんな中でボルマンさんは、本の中でブル派とベア派について書かれていました。で、これが僕はやっぱりしっくりきましたね。ブル派が投げるから売りが出るんだ、ベア派が投げるから買いが出るんだという考え方は非常にシンプルで、しかも理屈が通っていると。そういう人たちが行動するポイントでエントリーをしていけば、再現性も生まれてくるし、優位性も出てくるのではないかというのがトレードの考え方の基本になっています。ただボルマンさんの考え方というのは別に珍しい考え方ではなくて、少し相場に参加されたことがある方ならば考えつく考え方だとは思います。それを実践できるかどうか、実践できるためにどういう考え方をするのかどうか、そういったところを突き詰めたのがボルマンさんのトレード手法ということになると思うんですね。ボルマンさんは本の中でもいくつかエントリー方法を紹介しています。僕が見る限りその全てはダブルの圧力の考え方をもとにエントリーを考案されたんじゃないかなというふうに見受けられます。そこで今回はそのダブルの圧力に特化して話をしていきたいと思っています。話をするにあたって一つ前提条件があります。それは上位足は下位足よりも強い、例えば1時間足であれば15本足よりも強い、15本足は5本足よりも強いということになります。ここに一つ大きな波があります。ここにはこういった形でワンサイズ小さい波が隠れています。この中でダブルボトムや三尊天井、そういったものを見つけて頭が重いとか底が硬いとかいう風に感じ取っていくわけなんですけども、ネックラインなんかも入れればより分かりやすくなるとは思います。ここでなぜこの三尊天井で相場が反転してしまうのか、それは白い波をみんなが意識しているからです。大きな波が下を向いている、この波には乗っていきたいと考える、ここより上は重いと感じるような値動きをした、じゃあ売っていこうかという投資家全体にそういう共通認識が生まれるわけですね。するとどん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 頭が重くなっていって、いずれ押し目買いをしていたこの安値は抜けてしまうということになります。これを見た投資家は当然この流れに沿った動きになってくるであろうことを察知しますんで、新規でショートのエントリーをしていく、こういったところとかこういったところですね、ことになってきます。同じようにロングをエントリーしてた人、
こういったところでロングをエントリーしていた人、もしくはこういったダブルボトムでロングをエントリーした人、こういった人たちも上値が重いと感じたところでやはりロングは決済していくわけですよね。ブル派の人たちもショートの注文をすることになります。新規のベア派、ポジションを持ったブル派ともにショートのエントリーをすることになりますので、値が飛びやすいということになります。これがダブルの圧力の基本的な考え方です。じゃあこちらはどうなのかというと、ここでダブルボトムをつけることによって短期の足では一旦底を打ったかもしれないという値動きになってます。ここを上抜けたことで、ここでショートをしていた短期の人たちは決済注文でロングを入れます。で、同じようにどこかで反転を狙っていた人たちはこれを反転のサインと見てロングを狙っていくわけです。ここも同じように新規のロングエントリーと決済のショートのロングエントリーが合わさることでダブルの圧力が発生するということになります。ただしこことは違うのは、この流れを見ている人たちは全員が全員ここでは買わないということです。この流れを見ている人たちの本当の狙いは戻り売りなんですね。戻り売りをどこで狙うかが本命になるんで、一番注文が集中するのはこの戻り売りポイントが明確に見えてきた時になります。ですので、同じダブルの圧力での買い、ダブルの圧力での売りということですけども、信頼度ではこちらの方が上回るということになります。この考え方がボルマンさんの基本的なダブルの圧力の考え方なんですけども、僕はこれに加えて時間軸の違いによるダブルの圧力という考え方も持っています。それはどういうことかというと、少し描写を変えてみました。今回ダブルの圧力の説明をするのはここですね。見る人が見ればわかるポイントだとは思うんですけども、赤い線が1時間足、白い線が日足ぐらいに考えてみてもらえればいいと思います。先ほどのボルマンさんの考えで言うと、このトリプルボトムを上に抜けてきたところ、ここですね。ここで新規のロングエントリー、そして、売ってきた人たちの買い戻しのロングエントリーのダブルの圧力で上に上がりやすいという解釈をしていたと思うんですけども、それに加えて少し目線を変えてみると、白い線のダブルボトムの2番底が見えてしまった後の白い線の住人のベア派の買い戻し、白い時間足の住人のブル派の新規エントリーも狙えるということになります。先ほどは同じ時間軸の中でブル派の新規エントリー、ベア派の買い戻しでロングでダブルの圧力という説明だったんですけども、今回は赤い時間軸でのロングエントリー、白い時間軸でのロングエントリーという形でのダブルの圧力という考え方もできるんじゃないかということです。最後にこれをじゃあ実際のチャートを見て説明していきたいと思います。はい、こちらドル円の1時間足になります。ここから戻り高値を抜けきれずにどんどん安値を更新していっている下落の流れが続いているのがわかると思います。ここが直近の安値、ここを一瞬なんですけども割ってますね。このことでショート目線になる投資家が増えるのは想像できると思います。つまりこういう形で戻っていく過程でショートがどんどん積み上がるということになりますね。その流れでこの戻り高値を抜いてきた、ここが一番大事なポイントになってきます。どういう状況が起こっているかというと、ショートが入りやすい場面でショートの逃げ場がない状態のまま高値を抜けてしまった。で、この状況は戻り高値を抜いてきた場所になるんで、ロングの新規のエントリーの場所にもなってきます。同時にショートは戻り高値を抜かれてしまっているので、ロスカットの目安のポイントにもなってきます。つまりベア派のロスカット、ブル派の新規エントリー、この2つの勢力の同時のロングのエントリーが上に跳ねさせる原動力になるということになってきます。これがいわゆるダブルの圧力ということになってきます。ですので、その直前、特にロスカットですね、ロスカットのエネルギーを溜め込む動きがここに必要だということです。ここの場合は一旦下に騙すことで、それ以外にも例えばこういった形で持ち合いが続けば、持ち合いから上に離れた時に、上にロングのエントリー、新規のエントリー、ここでショートを打ってしまった人のショートの買い戻しっていう形で伸びる、そういった形でダブルの圧力を把握していくことになります。はい、こちらユーロドルの4時間足に週足を重ねています。時間軸で分かれたダブルの圧力、
の説明になります。この重ねて出してる部分は週足になります。小さなロウソク足は4時間足で、この4時間足が高値を取ってきてるんですけども、潰されてますよね。でこの潰された動き、週足目線で見るとこの週足は上に抜けていない、つまりここは週足では高値を抜けなかったという形。週足の住人からしてみれば、あ、ここは抜けれなかったんだなと、過去も抜けれなかったからここは新規でショートをエントリーできるポイントだなという共通認識が広がります。一方この4時間足の住人に関しては一旦抜けてしまってますんで、ロングのエントリーに誘い込まれてるわけですよね。でも実際は潰されてるわけですから、ここをさらに下突かれてしまうとロングの損切り、ここから下下がってしまったら4時間足の住民も売りの注文を入れてしまうことになってしまいます。つまり4時間足の売りの注文、週足の新規の売りの注文という形で下に走りやすいという、こちらもダブルの圧力という風な認識で僕は相場を見ています。というわけで、僕はこういう考えを突き詰めていくうちに、表示していたテクニカル分析関係のものはどんどん消していくことになっていきました。どうしてもいろいろ出しているとそのサインばっかりに気を取られてしまって、実際のロウソクに目を移すことがどうしてもおろそかになってしまったんですね。一番最初に見なきゃいけないのはロウソク足であって、目の前で動いている値動きから、ブル派とベア派がどういう風なせめぎ合いをしているのか、そういったものを感じることが大事なのであって、それらを全て考慮に入れた上で、サインに従うのは全然いいと思うんですけども、先にサインばかりに目を移してしまっているとそちら優先になってしまって全体が見えてこないという状況になってしまうんじゃないかと思っています。僕はこの考え方を変えたことで大きくトレードが変わりました。見てくださってる方の中で、一人でもそういった形でいい方向にトレードが向いた方がいればすごい嬉しいです。それじゃあ今回はここまでです。ありがとうございました。